ちは、前活の進行です。今回はですね、成仏のことについてお話をしたいと思います。日本で仏教っていうとやっぱり極養とか葬儀っていうものの役割が大きいですよね。そういう部分もあってか、お坊さんですとかお寺に生まれましたっていうことを言うと、かなりの確率で霊感あるのとか、お化け見えるのとか、そういう質問をされてきた人生でした。まあ、これは本当にお寺の子あるある、お坊さんあるあるだと思うんですけど、そこでいつも答えしてたのは、私はそういう類が一切見えないということです。霊感と言われるものが一切なくて、亡くなった人の霊が見えたこともなければ、ガキと呼ばれるものも見えない。急にこう空中に仏様の顔が浮かんだなんていうこともないわけです。でも霊感がない私が葬儀に関わっている、供養に関わっているというのは、そこに一つこう自分の中で出した答えという方向があるので、今日はそれについてのお話をします。ということで、今回お話しするのは、霊感のない僧侶に成仏がわかるのかということです。さて、成仏っていう言葉は仏になるって書くわけですよね。仏になるというのは、本当に元の意味で言えば、お釈迦様がお悟りを開かれて悟った人になった瞬間を、まあ浄土とかね、成仏っていうふうに捉えたわけですけれども、私たち日本人が小さい頃から触れてくる成仏っていうのは、どこかに漂っていた霊がこう何かにこう満足するか納得をして、あるいは退治をされて、こうキラ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 と、なんかこう霊だったんだけどさらに崩れていなくなっていくとか、実は日本で死者に向けて抱かれてきた成仏という考え方は、遠ざけてもう化けて出てこない、悪さをしないという意味合いが強かった。どちらかというと除霊のようなものだったわけですよね。でも仏になるってそういうことじゃないじゃないですか。例えばご葬儀をお勤めしている時に、お経を読んでいて目の前に亡くなった人の魂とか霊のようなものが見えて、お経を唱えていく中で喜んでくれてるとか、あるいはサラ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 って消えていくところが見えるとかだったら、逆に楽なんですよ。はっきりと、あ、これで成仏成功したなって思えるじゃないですか。でもそうじゃないんですよね。亡くなった人の霊がどうとか、魂がどこにあるかっていうことに関しては、私は全くわからないんです。わかる人はそれでやればいいんですよ。私はそれがわからないので、どうやって成仏というものに納得していけばいいんだろうかっていうふうに考えていったわけですね。その中に少しヒントになる教えが、曹洞宗の教えをわかりやすくね、短くまとめた修正義というお経の中にあって、これは第3章の部分なんですけれども、仏は大師なるがゆえに消えすというふうに書いてあるんですね。まあ、つまり仏様というのは自分を導いてくれる偉大な師匠だから消えするんだ。これをよくよく考えた時に、逆に言えば、そういう正しい方向に導いてくれる存在のことを仏と呼ぶこともできるんじゃないかと思ったんですよ。そういうふうに考えた時に、私には個人が亡くなって成仏したかどうかを確認するために見えるものがあることに気づいたんですよ。それは残された人たちです。大切な方を失った人たちがですね、ご家族であろうが友人であろうが、ご近所さんであろうが関係なく、とにかく大切な人を失った人たちが、その人の死によって大きな悲しみを抱えて辛い思いをしている。その中で私たち僧侶がやることというのは、お戒名をつけて、その方のご生涯から何を学べるか、その方の生き様をどういうふうに受け取れるかっていうことをお伝えするんですよ。時には亡くなった人に対して恨みを抱いている人もいる場合もあります。もちろんもう大切で大切でしょうがなかったのに亡くなってしまって、もうすっかり悲しみで落ち込んでしまっているという方だってたくさんいます。失ったもの、あるいはつけられた傷、そういったものでいっぱいになっている人たちに対して、私たち僧侶ができることというのは、その人が何を残してくれたかっていうことを客観的に見て、仏教の上から整理してお伝えすることなんですよ。以前戒名の動画でね、そういうお話もしましたけれども、近くにいたら気づかないその人の立派なところ、素晴らしいところ、逆に悪かったところ、良くなかったところっていうのが反面教師として働く場合もある。そういうところを含めて、我々僧侶というのはこういうふうに、そのご生涯や生き様というものを、まあ、人生のある種の手本として学んで受け止めていくことってできないでしょうかっていうことをお話しする。それがお通夜の役割だったりするわけですよね。で、これがちゃんとできたり、あとは時間の経過の中でお一人お一人が向き合っていく中で、もちろんそれはすぐにはなるわけではなくて、
1周期でなる場合もあれば3回期、7回期、13回期、33回期どれぐらいの時間がかかるかなんてわからないけれども、お一人お一人の心の中でそうか、あの人のように自分もこう生きようとか、あの人が見ていたらこんな風に言うんじゃないかなとか、生活や人生の場面場面で亡くなった方のことを思い出して自分が正しく歩んでいくための道しるべにしていくっていうこと、これをすることができたらその時点で成仏をしてるんですよ。残された人を導いた立派な仏様になってるんですね。でその様子っていうのは傍から見ていても分かります。その方が亡くなったことで悪い方に行ってしまっているという場合も当然あるかもしれないし、ああこの方はあの痛み悲しみっていうのを自分が正しく行く方にうまく受け止め直したんだなっていうところを見ると、あ、立派に成仏されてるなっていうふうに気づくこともできるんですね。なので成仏というのはもちろん僧侶が葬儀とか国用をお務めするっていうことも重要なんですけれど、大切な人を失って残されたお一人お一人の中で行われていくことなんですよね。魂が一個どこかにあって、私が例えばとりあえずじゃあ一人でお経を唱えておくんで成仏させておくんでっていう世界じゃないんですよ。人によってはまだまだ悲しみでしかなかったり辛さの原因になっていて、まだ仏と呼べないかもしれないっていう心境もあるかもしれないし、立派に人生を導いてくれる仏様になっている場合もある。だから私は成仏っていうものを考えるときに、見えない世界だからちょっとわかんないなではなくて、目の前にいる人の様子を見る中で、じゃあその残された人にとって成仏させるのはどうすればいいんだろうっていうことを考えられるようになってきました。これがどれぐらいこう伝統的な仏教の教えとか曹洞宗の教えというものの上でちゃんと正しいかどうかっていうのは正直わからないんです。でも霊感のようなものがない私にとっては、そうすることで納得ができる部分というか、そうしないと自分が何をしていいかわからないと思うんですよね。だから初めに言ったように、もしかしたらそういうのも全部見える人にとっては何を言ってるんだいって話かもしれないし、逆に同じように霊感とかそういうものがないからこそこれに納得をしていただける方もいらっしゃるかもしれないので、今回はお話をさせていただきました。供養とか葬儀っていうのはまだまだこうお坊さんにしか見えない世界として受け止められることが多いんですけど、そうじゃなくて全ての人が一人称で携われるものだと私は思っています。でその一人称で携わるためにどうしたらいいかっていうのを橋渡しをする役が僧侶だと思っているので、この YouTube チャンネルもそうだし、実際に葬儀や御供養を務めさせていただく際にはお一人お一人にとっての成仏ができるように、そのご一助になれればすごく私にとってもありがたいことだなというふうに思いながら、僧侶として生きていこうかなというふうに思っている次第でございます。本当にこう目に見えないものの世界っていうのはいろいろな解釈もあるでしょうし、難しいところもあるんですけれども、霊感のない私の一つの捉え方ということでご覧いただければ幸いでございます。ということで、この動画が面白かったという方はチャンネル登録、高評価ボタン等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきまして